おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。皆さんは今の挨拶で気になった子ありますか？僕はですね、マイクを使い分けることがあるんです。今話しているのはこちら生放送用のマイクで、こっちで話すとですね、いつもの動画のやつになってますね。こっちの方が動きながらでもどっからでもできるんで楽だったりします。ただ多分さーっていうの音を拾ったりとちょっとね、まあ難点がありますね。で、2つ一緒にするとこんな感じ。本日ですね、やりたいことが一つありまして、この連勝ボーナスが大幅アップのサービスデーで、10連勝をしたらどれぐらいの経験値とゴールドがもらえるのかなと。正直ね、このゲームしたとあるカード、まあ、トルネコって言うんですけど、トルネコを手に入れるために、噴水にお金をドブ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 投げなきゃいけなくて、ストレートでクリアしてしまうとですね、資金が足りなくなります。はい。なのでゲームセンターでね、一攫千金を目指すね、なんかよくわからない、どんどん怪人の世界になってきますけど、どんどんね、敗北は許さ、ただこれやるんじゃないですか。僕には敗北は許されません。このゴールド、もう一発逆転のチャンスがあるの。どん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 、ね、こういう発言してる人とはね、あんまり関わらない方がいいと思います。はい。ね、敗北は決して許されません。なのでこの動画なんですね、なんと必ず10連勝します。できなかったらどうしようかな。どうしよう。じゃあぬ、さあ1回戦10連勝だからね。で、大会モード曰くやっぱさ、大会モード特有のね、逆転補正もあるから、本当にこれはね、運が絡む。動画一発撮りでいけんのかな。私あと一つですね、今までの動画をね、まあ人気リストとか見てきて思ってたんですよ。敗北は決して許されません。ただし高評価の数、低評価の数、再生回数が全てを物語っている必勝チームがここにある。あれはそう、シャープいくつだったかな、3600年前、いや鬼ね、もっと もっと昔、まあ、いや鬼には昨日のようなこと感じる。このチームを出した時、俺のチャンネルが荒れた。行きましょう。敗北は決して許されません。最強の DLC。初見殺しバトルマスター。敗北は許されない。勝つ。動画一発撮り10連勝。僕にとってやっぱ動画って一発撮りなんで、負けたらその時点でもうね、動画が終了してしまいます。そして使うのはなんと、低評価が6、ね、50、今もう60ぐらいかな。あのね、恐ろしき、低評価の数と高評価の数、そしてコメントの数、バビ暴言。ね、言われたチームですよ。これを使う以上分かりますよね。絶対に敗北は許されませんよ。このチームって言いますのは、簡単に言いますと、最低3ターンかな。うん。で、最高2ターンでね、勇気を貯めよるで、アホデッキです。はい。やっぱ勇気を貯めたら対人戦は勝ちなわけですよね。その勇気の上昇量が凄まじく速いというのがこのデッキの特徴です。で、テンションカウンターによるカウンター、新ハヤブサギ、今発動しなかったですけど、新ハヤブサギに滅4刀流、これでもうどん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 勇気を貯めていく、勇気の逃げ切りがね、とても得意なデッキとなっております。まあ、とにかく多分これが Wi-Fi で暴れ回りました。はい。さあ来ましたね、もう早速やりましたね、テンションカウンター。全体攻撃でもどん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 いきますよ。全体攻撃はね、もう CPU の特権1、2の3、 OK よ。もう勇気半分、1ターン目とはいえ勇気半分がもうね入ってます。ここからエレメント騒動し始める君は一体何者か。あの滅4刀流も選ばない、扇風機も選ばなかったけど君。特徴としては、まあ今、まあ、こうやって逆転補正でガシ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 避けられてますけど、いや、信じか、はははやった、キラーリカントだ、当てていくれ、当ててくれ、おーい。特徴としては、このパーティーって、まあ、こう、勇気を貯め切る速度もかなり速いんですけど、火力もあるんだよね。普通に、新ハヤブサギや、滅四刀流も兼ねて。なんで、2ターンで勇気を貯めてしまえる上に、半端
のチームなら殴り殺せます。バトルマスター特有の火力の高さもあるし、魔王の使いも火力が高いからね。欠点としては、まあ耐久がちょっと足んないっす。 OK よー、これ2回いきましたね。2回判定です。さあ2回判定で新ハヤブサをどんどん振っていく。さあ勇気の上昇力が凄まじいっすよ。敗北は許さないよ、言っとくけど。このチーム Wi-Fi で流行ったんだよ、本当に。あまりの Wi-Fi の早振りぶりのせいだろうね、多分。その、多分、これは僕が自分自身を擁護したわけじゃないんですけど、あの動画が低評価つきまくったのは、わーおつきまくった理由って、その、僕の実況が悪いのもあるかもしれないけど、それ以上にこのチームが暴れ回ったせいで、多分トラウマになっちゃった人が多いと思うんですよ。プラチナキングだったらこうはならなかったと思います。あ、これなぎ払うがね、キラーリカウントに当たればもう勇気たまりますよ。あ、来ましたね。はい、来ました。今2ターン目ですよ。もう見てください、勇気の量。テンションカウンター、テンションカウンターで当てたら終わりよ。はい、1、2、3、 OK。 はい、終わりました。2ターンで終わり。そう、2ターンで勇気をため切ってしまうんです、このデッキ。こりゃ Wi-Fi で嫌われるってな。CPU の補正的に3ターンで確かに勇気が溜まるんですけど、さすがに2ターンでは止めてきませんからね。さあ、このね、絶対負けが許されない超強チームを使って10連勝します。さあ、2回戦、呪文です。まあ、簡単に言うとこのパーティー呪文ですね。ある程度ゲームセンターって街の人がランダムに排出されるんですけど、排出っていうのも変だけど、まあ、ランダムに戦うんですけど、まあ、5戦目までは、下級職とかがほとんどなんで、まあ、難しいな、6戦目。ただし、このゲーム特有の逆転補正が働きまくれば、避けられまくるわ、痛恨出まくるわ、みたいになるんで、決して油断はできないです。今ね、俺ね、行った目にやっちゃったな。光玉の方がいいんだよな、本当は、ここで。もう。さあ、メラミが誰？主人公に行くか。え、魔王の使いじゃないんだね、意外。意外よ、意外。采配はミスりたくない。SP の采配めっちゃミスりたくないけど。よく当てた。よく当てたね、そいつに。もう一回いけない？よし、いった。2回来ればね、ここの、ああ、ほら、始まった。メッツ4投入で。他の、ああ、ほら、始まった、ほら。あ、でも2回入った。これはやってるわ。逆転補正がすごいわ。めっちゃ外すようになる。この大会モードの理不尽さを今日は思い知ることになるよ。こっちの HP が優位になると突然ね、敵がね、ありえない回避をしたり、ありえない会心がね、連打されたりするのがね、このゲームのね、やる人、実況者がほとんど全員言ってることですね、これは。あー、食らっちゃったねー。食らっちゃったか。これ進化の表でたまる気しやんな。これ進化の表でたまる気しやんのよ、こういう時って。進化の秘宝でたまる気がしないな。その3ターン目にたまるとは思うんだけど。ああ、出たね、メラゾームか。多分それだったら、雪勝ちできるかな。普通に考えて、合体必殺技使ってるようじゃ、3ターンで勇気がたまるのは絶対ない。で、3ターンぐらいは余裕耐えられるんで、次、進化の秘宝ぶち込んで、まあ、光の玉か。それぶち込んで、リーサルいけますかね、多分。戸惑い攻撃 B。なんだったら削り切っちゃってもいいよ。割とこのチームはね、削り切り能力もあるから。まあ普通に水準軽くあるからな。これメッツ4頭普通にいったね。なんだったら殺していいけど、まあいいや、確実にいきましょう。確実に勇気貯めて勝ちましょうや。向こう今合体技1回使った時点でね、つばぜりを向こうから仕掛けて来られなければ問題ありません。怖いのは CPU が、なんだっけこれ使うの、パパ系とか。あー、ワンチャンあり。ランダムなんだよな、これ SP も。この SP もランダムだからな。まあ、ある程度固定はされてんだけど、ここでそれを食らうか。テンションカウンター。でも、構えは入った。ギリギリ溜まるかなって感じ。さあ、ギリギリ溜まるかなって感じやな。ソロ版はちょっと、きついな。このチームにソロ版はきつすぎるな。ただ、どっちかが2回動けばいいだけのことよ。なんだったら、テンションカウンター発動さえすればみたいなとこあるからな。まあ、これを外す。あ、当たったわ。なんか当たった。あ、会心判定か。それいけるわ。勇気溜まりました。勝ちでーす。基本的にはもうね、流れ作業で倒していくしかないからね。
もう勇気なまりました。何をやっても勝ちですよ。呪文パーティーってのは、相手、魔法使い15だからね。魔法使い15とは思えないレベルでね、いろいろ無視してくるけど、それでも魔法使いレベル15。まだね、序盤で負けるわけに時間ない。てか、負けたら動画終了だ。負けたら俺風呂入るから。まあ外すの。あ、なんだったら攻撃決めちゃうの？あ、決めちゃったねまあ、前半はね。前半はね、もうね、準備運動みたいなもんよ。まあでもこのチーム Wi-Fi で相当流行ったと思うよ。うまくいけば2ターン目でもういきなり勇気が溜まってるんですからね。で、つばぜり合いっていうのはやっぱ元々の勇気量が高ければそれはそれで有利になるじゃないですか。その関係上で2ターンでいきなりもう伴い打たれたらわけわからんじゃないですか。わけわからんじゃない。普通になんか殴り合ってたら絶対に勝てないです。状態上絡めたり、まあ魔王の使いがゾンビ系やね。キラーリカンドが獣系とかなんで、特攻を取って一気に有利を取るかとか、または欠点としては滅早ぶ、あの滅早ぶさじゃない、滅四刀流とか早ぶさの剣がこうやってブレていたり2回攻撃できなかった場合とかはちょっとたまりが遅くなる。でこのチームは最大の自己要因持ってますね。武闘家チームはもう最大の自己要因回避率回心図ありますね。嫌ですねもう。まあ螺旋劇使ってるんだったら有機流は大丈夫だと思うけど、基本的にまあ螺旋劇ぶち込まれるには別に何も別に思わないんで。まあキラリカ君も動きますしね。ダメージもそこまででない。一発目に打つ技じゃない。おーおーおー、天空だったりガードしたわなんか。いくぞ当てても当てなくてもリターンは取れるんでね。もう開幕のね、テンションカウンターのやばいところって多分その時の動画でも紹介したんですよ。他の挑発物と違って、開始時にテンションがちゃんと溜まるんですね、勇気が。開幕時に勇気が溜まってしまうっていうのが本当に強い。ああ、ほら始まった。お鍋の蓋がガードするわけねえじゃんっていうね、いうのが始まるんですよ。まあそういうのが割とあり得るのがこのモードなんで。もう、わかるように、スパッとガードしたね。君、綺麗にガードしてくれたじゃん。で、捨ててこは、この、こいつよく使います。これで一気に勇気持ってかれたり、リーサル決められたら笑うな。それはそれで。正直このね、大会モードでね、このチームはいけんのかどうかわからん、俺も。でも、負けは許されないよ。あ、いや、ちゃんと選ぶあたりね。さすがです。痛恨ですね。痛恨とか連打されてるから、向こうの勇気がどんな感じ。ああ、すげえな、お前すげえすげえ、マジでガードもするし避けるしだな。一回、あ、しかもさ、爆、ちょっと待って、新ハヤブサが全然機能しないもん。すげえすげえ、逆転補正をここまで発揮してきたのね。これ実況者がね、よく言うやつよ。初見実況者がね、あまりの理不尽にね、味わうと泣かされるからな。これ3ターンルートだな。とどめが3ターンルートになっちゃいました。新ハヤブサが避けられるとか2回攻撃がね。あ、これも痛恨でーす。まあ、正確に言うと確定痛恨じゃねえんだけど、CPU 的に考えたら確定痛恨と見ていいでしょう。まあね、ここはいい。さあ、問題は、これまさかの勇気の操作、多分これさ、とどめつばぜになっちゃいそうなんだよな。CPU は勇気が見えないじゃないですか。勇気が見えないっていうか、見えててもまあ同じなんですけど、それをいいことに、勇気の溜まる速度が尋常じゃなく速いんですよね。はい、もうびっくりするぐらいに、そりゃ。なんで多分これ溜まってますよ。一回螺旋劇打ってるくせに。一回必殺技打ってるくせに多分溜まってると思いますよ、勇気。ちなみに思うんだけど、このターンでさ、痛恨とか知らないでね。なんか俺そんな気がして嫌なんだわ。あ、キラリカ君に行った。珍しいな。はい。まあ、勇気はたまに切ってんだ。これ、とどめつばぜり合いになっちゃう可能性が高いんだよな。いや、普通に考えて、いや、螺旋劇打ってるよ、でも君。でも君、螺旋劇打ったからさ、普通たまってないですよ。普通のプレイしたらたまらないです。ただ、向こうはたまる可能性があるということなんですよ。敗北は許されないって言って負ける可能性がね、ちょっと濃厚になってまいりました。てか、なんでここまで削られてんだ？魔人の横から通じて一応確定改心ではねえぞ、言っとくわ。まあ、さあ、お互い勇気が溜まったんじゃないかい、これは。とどめつばぜりやったら、ちょっと俺もう敗北許されないからね。
まあ、君言ったもんね。なんでやねん、なんでやねん、おかしいって。野戦劇一回打っといてね、勇気の総裁なんてありえねえんだよ。3ターンで勇気たまるなんて。普通4ターンなんだって。お前おかしい、それはおかしい。まさか俺に敗北は許されない。よっしゃー、あぶねー、怖い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 。不正使いやがって、絶対不正だって。言った上に必殺だよ。魔人のガーチいくら会心で言うが3ターンでたまるわけねえじゃん。あれは4ターンルートなんだよ。あぶねー、あぶない、マジで危ない。不正をするな。特にあの勇気問題ってさ、初見実況者がまず絶対に引っかかる壁なんですよ。あの、つばぜり合いに気づかなかった場合、まあ、一番いい例がパッチョというやつでして、パッチョの話まだすんの？あの、ほとんどの人がね、まずね、あの、やるのが戦士大会なんですよ。で、ほとんどの人が、つばぜり合いの存在を知らなかったとかが、あの、うまく削りきれなかったかが、普通にこの逆転補正を使われた場合っていうのは、パッチョに3ターンで勇気を貯められます。はい。パッチョとか、パッチョだけじゃないんだけどさ、まあ、ヒナが唯一たまんないんだよね、3ターンであいつ。だからパッチョに泣かされます、みんな。基本的にパッチョにそういう3ターンで勇気貯められて理不尽負けする人はもう数々の実況者で見ましたね。正直、このね、このゲームの失踪あの、まあ、だから難しいから。なんかよくわかんないくで負けたとかさ、そういう失踪する確率は正直言いますてるけど、ギズモの回避率上だと思いますよ。誰かが言ってた。これコメントで言ってたんですよ、僕の。このゲームの失踪率はね、ギズモの回避率より高いって。ギズモの回避率より高いはやばいな。まあ俺もそう思う。僕結構エゴさしますからね。モンバと。さあ、いい感じにね、キラーリカントの上振れを引いております。さあ、あまり聞いてなくても関係ないんですよ。こっちは勇気を溜め切って勝とうとしてるんで、何事も関係なし。いい感じに、行動は選んでる。そしてダウンウォールもいいね。いいね、いいね、いいね、いいね。キラーリカ頼むぜ。もう攻撃するだけで OK なんよ、君は。だいぶ勇気に。これ2ターンルートいけますね。OK! しっかり当たれば大丈夫だよ。2ターンルートいけんじゃないかい、これは。うん、でも君だけはエレメントソード選んだみたいだね。どうやら。なぜか君だけはちょっと小型のセブンイレブン商法を使ったね。元祖の、元祖に対して、あのね、元祖に対して何？セブンイレブン使った？お前もしかして。そこだけ。2ターン目何だったっけな？何切ってくるんだっけ君。あー、やばい！ 2 ターン貯めれないやつ。さすが！さすが！そうはならんやろ思うけど。さすがやわ。さすがに CPU。やるわ。やってきたわ。こっちが誘惑かけてもあれって、あはは、おかしいって、おめおめちゃんだって、さっきからさ。さっきからお前はおかしいんだよね。お前は避けれないんだよ。もうさっきから、このメタルキングヨロイのバトルマスターがひょい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 避けてますけど、んーって思ってますよ、僕さっきから。あれって。おめえね、いくつの思ったの？あ、来た、早い。逆転補正早い。逆転補正使うの早くない？もう。2チャンネルの書き込みすごかったんやね、ビクトリーの。なんか敵急になんか避け出すとか理不尽多くねーって。その通りです。この逆転補正さえなければいいゲームなんだよなー。おお、ここ避けるか。よくやった。この、なんていうかな。人間って悪いもんだけ印象に残りやすいとはよく言いますけど、いや、俺はね、このゲームね、そうだとは思わない。そういう意味じゃねえよ。マジでやってきてんもん、こいつらは。こいつらマジでやってしまいます。まあ、勇気の量に関しては言い訳できないですよ。CPU のさ、勇気の溜まる量は言い訳できない事実ですからね。明らかに溜まりがおかしいですからね。つばぜり合いその必須なんで、モンスターマスターや鬼コンボをなんぞで攻略しようとすると、かなり痛い目を見ますね、基本的に。まあ、鬼コンボは特に痛い目見たな。さあ、一応3ターン目、順調に攻撃を当ててるけど、はぐれメタルがヒットアンダーウェイでしょ？普通に考えたらヒッ
ねえ、まあ、もう一回言いますよ。そもそも、メタルキング鎧のバトマスがあんまピル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 受けるもんじゃないし、ヒットアンダーウェイですよ。勇気の上昇量は少ないです。ヒットアンダーウェイっていうのは。もうしかも外したぞ、ここ。絶対これ無理でしょ。絶対無理、絶対無理。それは絶対に無理だって。外しだよ。ヒットアンダーウェイってただでさえね、勇気が溜まりにくい技だよ。いくら1回戦出たからってさ、そんなことあっていいわけないんですよ。はい。ちなみに、まあ当たり前ですけど、これ対人モードで、何？オンラインの対戦だったらこれはありえないんで、切れられてます、対戦相手に。さあ、勇気ね、まさか、総裁に持ってくわけが。うん。なんだったらここに削り切っちゃいましょうよ。うん。なんだったら削り切っちゃっていいよ。ほう。あー、足んねえのか。そう、もうさすがに、いや。いやいや、おかしいじゃないですか。そんなわけないじゃないですか。ヒットアンダーウェイですよ。勇気が溜まりにくいヒットアンダーウェイですよ。溜まってるわけがありません。溜まってるわけがない。普通だったら絶対に溜まんないもん。はい、オッケー。まあ、そこから溜まってたら、ちょっとさすがにハグレメタルを疑うわ。よかったよかった。はい、さよなら。はいはい、で、黄金ルートね。もっと、待って、もっと2ターンでサクサク溜まる予定だったのにな。理にはかなってるんですけど、CPU が使う状態以上は、アホほど恐ろしいですよね。その眠りの杖、おい。その眠りの杖よ。死神の盾よ。普通に考えたら、あんな眠りの杖とか死神の盾とか対人戦で普通に使ってみ？何にも機能しねえから。CPU が使うと悪魔の武器とかすよね。CPU が使うと途端に悪魔の武器とかすわ。正直もうさ、ちょっと思ったのがさ、敵が仮にさ、デンタリッチ使ってきたらどうするんだ、どうするつもりだったんだろうなーって。ちょ、逆にね、その未来見てみたかったなーって思っちゃう。自分で相手を作るモードとかありゃいいのにね。なんか誰ができそう。俺の知ってる誰かができそうな気がしないでもないですけど、敵をいじってさ、敵そのものをいじって最強の CPU 作って俺挑んでみてえもん。俺挑んでみてえ、逆にそれに。俺のさ、普通の持てる知識を持ってさ、そいつに勝ってみたいなってのある。なんか、対人性のその逆転補正さえも超える普通のや対人してみてえなとはちょっと思ったことありますよ、僕。じゃそれができないな。だから一人将棋の動画になっちゃうこと多いじゃないですか。一人将棋動画あるじゃないですか、よく対人でやるから。あれちょっとね、実はね、本当は対人したいなっていう欲はありますけど、まあ抑えてますね。まあその方がね、いい点もあるんですけどね。個人的に。自分でチーム組めるし、みたいな。ティナさんは一人でやってる方が楽しそうですと、よく言われます。おかしいと、お前ピロンじゃんねんだよ、ピロンじゃ。ピロンじゃないんだわ。いやいやいや、ドラゴンゾンビピロンじゃねえんだわ。すげえ。もう綺麗に逆転補正ばっかかまさないで。この動画で何回お前かますの？この一動画でさ、何回見ないといけないのそれ。許されないよ、それ。マジで許されないからやめてくれる？使った？そういや。あ、使ってないよね。2ターン目でもう結構。これ2ターンルートいけんじゃない？ね、1ターン目にかなり理想引いてますからね。新ハヤブサの会心滅4刀流と。これは2ターンルート理想できそうですね。2ターンでお掃除しちゃいましょう。というか本来は2ターンで仕留めてるんだよな、ほとんどが。あー、旋風剣しちゃった。またしちゃったか。んで、多分、この分だとキラーリカントも気候弾打ってるね。あー、下振れー、やった。ザーマー、ザーマーだわ、それは。それはもうね、うん、逆転補正の。ドラゴンゾンビの低い回避率をさ、引いた自分を恨むんだな。うん。確率は収束するもんよ。なんじゃこりゃ。テンション上がってるからか。勇気溜まりました。全員違う行動を選んどんのかよ、てか。いいよ、そんなのが 12.5% 引かなくて。12.5% に何回泣かされたと思ってんだ。よっしゃ、勇気溜まった。2ターンです。2ターンルートでーす。久しぶりにやったわ。うーい。正直、ただこれ一つ言うとね、うん、あまり面白くないんだ、これやってると。CPU も驚愕、2ターンでとどめが降ってくる。いや、これは対人やられたら、それ切れるよ。